今日から早起きですよ。早く来てください。来てください。来てください。早起きます。カロンおはよう。キロおはよう。キロもおはよう。おはよう。カロンあくびしてる。うん。眠いよ。シロちゃん、お手伝い偉いですね。朝から。え、かぶってない。お腹すいたんで。おはようございます。おはようございます。はい、というわけで朝ごはんです。はい、今日しほちゃんもね、手伝ってもくれました。はい。パンの上にチョコとマシュマロを乗せて。マシュマロ乗せて焼くって。かわいい。それでは、いただきます。いただきます。おいしいよね。暑いかもしれないからね。ちょっと気をつけてください。暑くない？うまっ。どう？おいしいです。おいしいですか？うん、じゃあ気をつけて。暑いかかっこいい。暑い、どうだった？大丈夫だった？うん、大丈夫。ちょっと時間かかった。邪魔ですか。食べましたか。食べましたよ。綺麗に完食です、はいはい、美味しかった。美味しかった。ヒランとか、ん、ヒランはどこでしょ。ヒランどこだろう。どこ。ヒラン、ヒランピロン。ママがプッて言ってる。ピロン。ピロン。いいじゃん。シロンどこでしょう。ピロン。ここ。どこ？ピロン。ピロンがいないよ。ピロンがいない。ピロンがいけ。シロンどこ？ここ。どこ？いた。いた。ピロンいたの。ピロン。ピロン。今日から学校ですよ。家だけど。家学校ですよ、今日から。家学校だよ。コリョンがいた。どう、誰？コリョンがいた。ほんとコロン出てきた。コリョンも入ってた。コリョン。シロンはかわいい。イミがやっと起きました。やっと起きたの？二度寝女。367。しおちゃん365。しおちゃん5で、りみちゃん7ね。ちゃんと紙に書くから覚えとくんだよ。はい。はい。じゃあこのあと体操なんですけど、どうする？何を出るの？その後ろでラジオ体操でもちょっと軽くする？やだー、ラジオ体操。でもね、体操はね、体にいいんだってよ。じゃんじゃん、こうやってね。え、そう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 。なんか、こうやって。うん。もう早めに書いちゃうわけね、りみちゃん。じゃーん。これですね。見える？手は軽く横に振り、足を元気よく曲げて学校ではこんなことしないよね。え？
学校でラジオ体操なんか朝しないよね。腕を回す運動です。腕で綺麗な大きい円を描くように。おりんちゃんこうですよ。ちゃんと元開いて。そうそうそう。あ、これ健康的だね。朝からラジオ体操いいんじゃないこれ。やだ恥ずかしいけどね。ここは指先まですーっと伸ばして心地よく胸を反らせて緩めます。シロンが何してるのっていう顔で見てるよね。あれシロンちゃんとリンちゃん何してるのっていう顔でずっと見てる。息を吐いて柔らかく曲げましょう。頑張れリミ。かわいい。リミ怒ってない。リミちゃんが遅れてる気がする。リミ遅れてんの。うーん伸びて。はい、ご飯かわいい。はい、伸びて。あー、うん、体をここでっちゃいなんか急にやる気なくなってきてるけど。ほら、ちゃんと腕を上下に伸ばす運動。腕を上げて、ピシだよ、ピシ回します。指、ピシ。削れた。え、だって今日だってこの時間に当てるって書いてあったじゃん。そうだね。多分1時間目は35分ぐらいからじゃない。いや30分から。30分から35って書いてあった気がする。35。そっか、じゃあまだ時間あるわ。まだ20分だよ。じゃあ休み時間が長いね。1時間目始まる。何する休み時間。で準備してください。次の人なるほど。両足跳びの運動です。椅子の方は肩を上下に移りましょう。シロンがずっと見てる。腕と足の運動もう終わるよ。やっと終わるわ。やっと終わるね。シロンがこのお姉さんたち、おかしくなっちゃったと思って。おかしくなっちゃった。最後だよ。金曜日のテレビ会場はこの辺で。今日も一日、どうぞお元気にお過ごしください。終わった。はい、終わりです。ふぅ、私これから着替えしたいと思います。健康的だわ。ね、したいと思います。はい、みみちゃんはそれでいいの。はい、みみちゃんはもうこの格好でいいそうです。今日寒いんだ。そうだね、もうすぐ始まるね、うん、今日は1、2時間目はりみちゃん算数、算数なので、この辺のね、わーすごいね、計算いっぱい入ってるね。計算をじゃあやるか。今日は1時間目のやつやってたから、うん、2時間目のやつやって、うんうん、それで2時間目にまた違うのやっちゃおうかな、うん、え、読み切るワークシートっていうのないない。うん。何やってんの、しろ。いらん。今何持ってるの？うん？角切りのチキンと戦ってる。やっと食べた。かわいい。いい？授業が始まりますよ。授業じゃないけど、ひょうちゃんにあれ聞こえてるかしら。ひょうちゃん聞こえてる。これ聞こえてるって。はい、頑張って。
1、2時間目は算数でございますね。白コロの大運動会が始まった。ほらほら、リミちゃん今日お勉強してるんだ。七、四十九運動会が始まってるねえねえリミね、七とね、四で間違えちゃう。始めてますか？始めてます。始めてます。1時間目は国語？国語です、国語。はい。なんですけど、前回、昨日なんだけど、わかんないとこだらけの。ああ。めっちゃわかんないとこだらけで。漢字ね。漢字。伝説の説とかわかんないし。農夫、わかんないし、これ何？つら、つら？つらなんとか、つら、何つらって、つらいってこと？電気、電気？電気何？なんかを入れるってこと？そう、電がわかんない。よ。じいちゃんゲームの時間。お休み時間です。休み時間じゃない、ゲームになってくれるかは休み時間だ。あ、はい、休み時間ですあれ、なんか待機してる人がいるけど、そこではい、1時間目が終わりました。休み時間ですね。イエーイ。何分？10分だよね。10分。知らなかったよ。何しよう、10分。んスマホ見ようか。うん、スマホ見んの。はい、1時間目終わりです。そっか、ちょっと1時間目算数か。あれ、そう、私1時間目国語だから漢字めっちゃやった。ちょっと1分過ぎちゃった。鐘鳴らすの。1分だって、1分だってよ。1分過ぎちゃった。鐘鳴らす。学生には1分も大事なの。すいません。あの次の時間は何？30分から。算数です。30分から。9時半から。2時間目は9時半からです。じゃあね。また算数。はい。じゃあまた算数なの。そう、リミちゃんは連続なの。1、2が算数で、3、4が国語。リミは算数と国語しかないのね。頑張ってね。それじゃあ、ね、5時間目ある。5時間目、今日は5時間目なくて、1回4時間目までで。やだ。やるの？やるの。リミちゃん5時間目また国語かな。国語だ。頑張ってね。5時間目やんの。トイレっていいまま。うん、じゃあ休憩タイム。キラン。じゃん。タイム。はい、じゃあ行きます。行きます。時間目。よー。キラン、リミのスワンポーション、どうなの？リミちゃん、チャイムが鳴りました。ヒロンがリミの座る場所、バッて動けない。ヒロン。上から座っちゃうぞ。やめー。はい、じゃあ2時間目。ヒロンがお腹見せちゃった。なぜってって言ってね。でもリミちゃんも2時間目の授業が始まりましたのでね。2時間目もまたこれだよ。はい、2時間目もリミちゃんはまだ算数です。さっきの続きですね。このリー太っちゃう。え、このリー太っちゃう。どのリー太っちゃう。このリー。リー、ほんとだ。このリー細いあ、ほんとだ名前が。ねえちゃん、リミちゃんね、今からまた算数。あ、私とか書いてなかった。全部。ダメじゃん。なんだ。可愛すぎる。コラン。コラン。
ペナどうしたの？かわいい。ペナが。早くどんぶりしたい。いや、普通の短時間にどんぶりすればよかった。でも10分しかないよ。あ、でも次の休み時間20分です。やったね。うん。次何分までだっけ、リミ？15。30分から10時15分まで？うん。じゃあ頑張って。10時15分まで終わったら、休憩20分に入ります。10時15分ね。見て、ここ4多くない？ん？4多い。ここも4だったらいいのに。4ばっかり。ですよ。厳しい。コンコン。失礼します。え？エア扉。はい、会社。算数です。2時間目始まってましたね。始まってました。次算数。算数です。はい。あれだね。教科書の最後の方のページ。私ここ。分かんなくて一回全部消してもう一回やってたの。そうなんだ。分かんなくない。はい、で、さっきここにも来て自分の人が新作ですか。富岡さんのプラ版がまだ途中ですけど、作り途中。はい。はい、でもあのプラ版って絵よりね、うん、切るとこが私難しくて。うん。あ、そっか。まっすぐに切れないとさ、うん、縮んだ時にすごいグニャってなっちゃったりする。うん。あ、リミが読んでるまま。前日とかすごい。分かった。あの授業中なので、そういう話は休み時間に聞きますね。うん、はい、じゃあ頑張ってください。さっきあくびしたから涙みたいなのもあるかも。あくびしたの？眠いんですか？久々に早起きして眠いの？あ、時間を見て、あ、終わりました。スイッチやろ。はい、じゃあ20分間の休憩です。20分、うん、しほちゃん、オッケー。しほちゃん、ちっぽちゃん、休み時間よ。聞こえてるかな。しーちゃん、なんだよ。20分休憩でございます。そうでございます。いや、しーちゃんもう分かってるよ。ちょっと、リミね、視聴者さんのね、うん、お友達にもフレンドなったんだ。そうなの？35分までできる、うん、スプラやっちゃうとね、4回しかできないからね。あ、またやってる。なんか上
TikTok 撮ろうと思って、うん、曲がね探してんの今、うんうん、一気に